天皇杯、ルヴァンカップともに準決勝に臨むアビスパ。クラブ史上初のタイトル獲得へ注目選手を直撃しました。最初の注目選手は博多のメッシこと今野和也選手。今シーズンチームが採用している新フォーメーションのキーマンでもあります。まあ、サイドハーフからシャドウになったので、よりゴールに近いところでプレーする機会が増えたっていうのはあると思いますし、まあ、得点数もこれから増えていくんじゃないかなって思います。シャドウとはこの位置からゴールを狙う影のストライカー。ドリブルでの突破力に定評のある今野選手はまさに適任。新たな役割に慣れてきた9月は2ゴール1アシストと得点に絡む活躍を見せています。シャドウというポジションはこれまでもご経験はあったんですか？いや、初めて。サイドハーフだと基本ラインがここにあるんで、後ろを見なくていいのはあるんですけど、シャドウだと全部を見ないといけないので、そこの難しさっていうのは一番感じてます。そんな今野選手に監督が求める役割とは？得点とアシストというところは彼に、もしくはあのポジションに要求するところであります。ドリブルが他の選手と違う特性なんですね、彼の。なので、まあ、そこを生かしたプレーをこう生み出してほしいなっていう、そこは期待してます。川崎戦しっかり勝って国立に行きたいなと思うので、まあ、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。頑張ります。そしてもう一人が攻撃的ディフェンダーの小田いつき選手。アシストもしますし、守備のところも持ち味出してチームに貢献してくれてます。時々点も取ってくれますしね。一番の武器はヘディングシュート。身長173センチと長身ではないものの、今シーズンの得点は全てヘディングで奪っているんです。どんなとこ見てるんですか、飛ぶ時って？いや、いろいろ意外と見てるんですよね。相手の立ち位置だったり、まあ、相手を見てるかな、相手とボールを見てます。ボールの落下地点と相手の飛ぶタイミングとか、まあ、飛ばないかもしれないしとか、そういうのでやってます。駆け引きがあるんですね。意外とあるんですよね。はい、そんな小田選手にはどうしても負けられない理由が。ルヴァンカップ準々決勝第1戦、佐藤涼雅選手が全治8ヶ月の大怪我で無念の離脱。小田選手はその佐藤選手と東福岡高校時代からのチームメートであり、お互いを認め合う大親友でもあります。まあ、調子が上がっていいタイミングでの大怪我っていうので、本人もすごく悔しいと思いますけど、まあ、明るく振る舞って、チームが勝つためにできることを常にやってくれてるんで、やっぱさすがだなというふうに思ってます。その直後の試合、佐藤選手の悔しさを力に変え、ワンゴールワンアシストの大活躍で準決勝進出。奇跡のストーリーとして感動を呼びました。あいつのおかげでここまで来れてるとも思うんで、あいつのためにもまず川崎戦勝って、来年のユニフォームに星をつけれるよう頑張ります。ここで激闘を間近に控えた小田選手に、ある人からサプライズメッセージが。いや、もう分かる。もう場所で分かるな。ワモワモワモ。はい、好き。胸にいいです。元気してるか？チェンソどういったご関係になるんですか？ハトコですかね。なんと小田選手、元ホークスの川崎選手と親戚だったんです。聞いてます、いつもね、話を聞いてるんですよ。いつきが活躍したとか、シュート決めたとか、
樹がいろんな悩みがあったこともあったんですけども、そこをしっかりと自分の中で受け入れて覚悟を決めてプロのサッカー選手として活躍してファンの皆さんにプレーを見せているのは非常に僕は嬉しいです。樹以外だったら知恵を捨てろと言いたいんですけど、サッカーは知恵捨てたらダメなんですよ。チェストは知恵捨てずに考えて予測して、そして自分の判断でいつきゴールを守るんじゃない、ゴールを攻めろ、むしろ攻めは最大の防御、いつも言ってるでしょ。守りに入ったら何もならん、ディフェンダーだから守る、やってないよアビスマのサッカー、ディフェンダーから攻めていけ、いけよチェスト、いけいつき、I love you いつき。どうですか、変わんないですね。嬉しいですね、なんかこういう、なんていうかな、あんま出してこなかったというか、お互い、自分は言いたかったんで、自慢したかったんで、嬉しいですね、こう協力してくれてっていうのが出てくれて、さっきのあの動画のところも一緒に自主トレをしたりとかしてましたね、そこで。そうなんですか、はい、自主トレ一緒にやるんですか。そうですね、あのシーズンオフの期間一緒に、はい、走り込みだったり、やりましたね。言われたことで何か覚えてることってあります？なんかあるかな。プロになったら代理人は俺がやるから任せろよとか。川崎さん習って、はい、チェスト行きますか。手の前活動、チェスト。